2021FIFA FUTSAL WARLD CUP は2021年9月12日から10月3日までの日程でリトアニアで開催された第9回 FIFA フットサルワールドカップである。本大会は当初2020年9月12日から10月5日までの日程で開催する予定だったが COVID-19 流行の影響で国際サッカー連盟は日程の再調整を行って 開催期日を上記日程に設定した。ポルトガルが初優勝を果たした。FIFA は2018年9月現在、下記の4カ国が立候補を名乗りを上げ、日本は愛知県が中心となり、立候補した。2017年1月10日にチューリッヒで開催される FIFA 理事会で開催国が決定される予定だったが、開催地決定に向けた手続きが遅れているという理由で、 延期された。2018年10月26日に、ルワンダの木狩りで開催された国際サッカー、連盟理事会において、開催地をリトアニアと決定した。フィファでは、クリーンスタジアムが適用されており、期間中は、下記の名称に変更される。組み合わせ抽選は2021年6月1日に行われて、以下のグループに、組み合わせで決まった。 勝ち点特失点差総得点上記3つがすべて等しいチームがあった場合は、下の基準で順位を決める。当該チーム間対戦成績での、勝ち点当該チーム間対戦成績での、特失点差当該チーム間対戦成績での、総得点フェアプレイポイント、FIFA による抽選試合時間は東ヨーロッパ夏。 時間カザフスタン V コスタリカリトアニア V ベネズエラコスタリカ V ベネズエラリトアニア V カザフスタンコスタリカ V リトアニアベネズエラ V カザフスタンロシアサッカー連合 V エジプトウズベキスタン V グアテマラエジプト V グアテマラウズベキスタン V ロシアサッカー連合エジプト V ウズベキスタングアテマラ V ロシアサッカー連合モロッコ V ソロモン諸島対 V ポールトガルソロモン 諸島 V ポルトガル対 V モロッコソロモン諸島 V 対ポルトガル V モロッコパナマ V チェコベトナム V ブラジルブラジル V チェコパナマ V ベトナムブラジル V パナマチェコ V ベトナムパラグアイ V スペインアンゴラ V 日本スペイン V 日本アンゴラ V パラグアイスペイン V アンゴラ日本 V パラグアイセルビア V イランアルゼンチン V アメリカ合衆国イラン V アメリカ合衆国アルゼンチン V セルビアイラン V アルゼンチン アメリカ合衆国 V セルビア各グループ3位チームのうち上位4チームが決勝トーナメントへ進出する。決勝トーナメントでは40分間決着がつかない場合は5分ハーフの延長戦。それでも決着つかない場合は PK 戦で勝利チーム決定。ロシアサッカー連合 V ベトナムベネズエラ V モロッコカザフスタン V 対アルゼンチン V パラグアイブラジル V 日本ズベキスタン。 V イイラン・ポルトガル V セルビア・スペイン V チェコ・モロッコ V ブラジル・ロシア・サッカー連合 V アルゼンチン・スペイン V ポルトガルイラン V カザフスタンブラジル V アルゼンチン・ポルトガル V カザフスタンブラジル V カザフスタンアルゼンチン V ポル,ル,ルトガル本大会で表彰された選手は以下の通りとなったありがとうございます